はい、どうも、ケイキングです。今日ですね、ウイニングポスト9-2021続きやっていきましょう。2003年5月の1週から難易度スペシャル引き継ぎなしでやってます。今週、あ、レースないね。じゃあ通しましょう。で、大物マイルがケンタッキーダービー行きます。で、リリーシャワー、機種変えたいが、まあ、OK。このまま行きましょう。じゃあ、大物マイルの能力はこんな感じです。で、福永ジョッキーはね、まだね、こう、すべて20丸とかにはなってないっす。本当は機種変えといた方がいいっすよね。ここはね、絆レベルもまだ上がってないですし、スピード S、パワー S、勝負根性が S、精神 S。で、ケンタッキータビは2000です。なので、適性 OK。賢さが C、まあ、特性は大会遠征だけ。まあ、これもね、結構取れる時ありますけどね、これぐらいで。難易度スペシャルでも。メンバーはファニーサイドがいますね。ファニーサイドが結構強い。あとは、ああ、ヴィンディケーションおるじゃん。無敗のヴィンディケーションが。能力どれくらいなんですかね。ちょっとわかんないですね。このウィニングポストの、その設定。どれくらいなってるか。ああ、厳しいな。悪くないけど厳しい。ヴィンディケーション勝ったか。で、ファニーサイド。まあ、そうだろうなっていうのが来たね。能力的にそんなね、差はないと思うんですけどね。まあ、賢さ C はいけてないですけどね。まあ、もう完全に成長してる騎士を乗せた方が良かったかもしれないですね。ウィニングポストはね、騎士大事なんですよ。だからこう能力いろいろあるじゃないですか。こうやってだ、もう今成長してる騎士を、まあ、使った方がいいですね。ただ今回絆レベルがあるので、絆レベルが上がってくれば、まあ、問題ないですけどね。福永ジョッキーがまだこんな感じなんですよね。まあ、ただ海外は強いと。まあ、だからこそ面白い。これちょっと調子まずいな。ちょっと上げときます。ここは落とせないので。3周は何もないしちゃったね。はい。じゃあネクスト。大物マイルいきます。まあここも一緒っすね。で、まあここも厳しいですね。で、マルガイランドでリリースシャワー。リリースシャワーか。エダテルさんにしとく。どうすかな。で、マックスマイルが行くと。まあ、ここはアドマイグルーブ、スティリンラブ。ですかね。距離適性が2200なので、心肺機能強化使って走れるようにして、まあ勝負と。能力的には勝ってます。マックスマイルが勝ってます。かなり強いですからね。スピードも成長してますし、とりあえず、ちょっと忘れないうちに、心肺機能の強化、これを使います。
今1400から2200、まあ、200ずつ上がるか、まあ、300上がるときもありますね。300ずつ上がるとき。1500から2500、これで走れるようになって、オークス出走と。ただ疲労きついんですよね、これ。2周出した方がいいな。オークスだけなんですよね、怖いの。ちょっとね、距離適正で周回所はね硬いと思うんですけどね。その後エリザベスですかね、一応。まあ、牝馬3冠取れなかったら天皇賞秋かな。まあそれもきついですけどね。心肺機能強化使って2500で有馬ギリスからね。うん、とりあえずここ勝ちたいね。さあ大物マイル、これは厳しいでしょう。まあ掲示板ギリか、まあ、また678くらいかね、そんなもんですよね。マルガイランド、問題児、問題児は飛ばします。リリシャーもね、問題児ですね。これも厳しい。1番人気と印もゴリゴリやね。この能力でこのメンバーならぶっちぎれるはず。圧倒的な走り見せろ。あ、大丈夫やね。してないっすね。あ、強いね。はい、ここは勝ちと。牝馬2冠達成、あとは周華賞を残すのみ。牝馬3冠はもう目前だ。牝馬3冠ここ取れたら4頭目っすかね、自家生産で。よし、 OK、 よくやった。で次ダービー。ダービーはね弱くはないんですが、ちょっと苦しいね、能力。賢さ F、まあ、引退してもいいね。はい、ダービー行きましょう。ただネオユニバースきつい。生涯一度の大舞台、新たな全ノロブロイト超良血、底知れぬ実力、実績上位、四強激突。でもスラムダンクで言ったら海南でも、両南でも湘北でもないです。警察クラシックは残念。行きましょう、ネクストでね。まあ一応見ますか。まあここはね、ネオユニバース取ってほしいですね、しっかり。さあ世代の頂点をかけてユートピア先頭、一馬身。おー、でもいい走りしてる。ユートピア先頭、外から勢いよくネオユニバース。ここで先頭はネオユニバース。残り 200m を通過してゼンノロブロイ先頭だ。2番手はネオユニバース。あー、ゼンノロブロイは取りましたね。ザッツザプレンティー、ゼンノロブロイ完勝です。カバーを寄せ付けない圧倒的な強さです。まあよく頑張りましたね。エルコン3番人気、大丈夫か。エルコンいける？こんなとこで苦戦してちゃエルコンドルパサーにはなれない。4コーナーをカーブして、さあこれからです。あ、でも良さそうじゃない。2馬身から3馬身のリード、良さそうやろ。大丈夫やろ。差は果たして縮まるか。残り 200m、 2番手はバルブストップ、エルコン先頭、エルコン。よし、ここは勝ちましたね。どうやらバルブストップ3着にビーソーボワールド、見事に勝ちました、エルコン。まあ、まだよくわかんないですよね、こいつどうなのか。ここは勝ったか。あ、賢さあり。
あ、マジ？トップクラスです。S あるかこれ。もしかしてエルコン。で、大物が決まった。大物。まあこれなかなかね、楽しそうっすからね、こいつ。期待してますよ。で、キングホークと、安崎に行きます。まあちょっとメンバーは協力か。キングホークとの能力だと厳しいか。はい、能力こんな感じ。マイル王決定戦、聖剣の切れ味。来た、聖剣の切れ味。かっこすぎるね。切れ味抜群、デュランダル。お、アドマイドン成長してる。さらに強くなった。あ、大物マイル決めないといけないですね。ジャパンだとダビスかね。とりあえず取って。で、その後、まあ、海外でもいいんですが、どうすかな、海外。やっぱ挑戦したいか。7月2週。まあ、海外ですかね。で、プラス、どこ使うか。その後戻ってくる。まあ、こんな感じで行こうかなと思います。ここ。まあ、休んで。まあ、休んで。で、今2周休んで。で、エルコンっすね。A プラか。OKOK。賢さ B プラ、パワー S プラ、スピード A プラ。いや、これめちゃくちゃいいんすけどね。距離適正が残念っすね。1900から2000が。残念すぎる。能力はかなり高い。レベル高い。これちょっとね、リリー、引退したいなと思います、これ。じっくり使うって言ったんですが、引退で。ランドもね、もうこれも正直苦しいです、これ。2800か3100。万世。まあ、万世はいいんですが、パワー E、賢さ G プラス。もうちょっとこれ苦しすぎるわ。はい、ちょっとこれ引退で。やっぱ柔軟も大事なんですよ。さすがにね、2800からはきつい。1600から1900とかさ、まあ、1700から2000とかだったら全然いいですけどね。さすがにきついよね。4着。宝塚はいないか。キングホークとのレース OK。 マックスマイルも OK でしょう。これは見なくて。ヒロきついね。ちょっとこうしとこうか。アドマイアドのレースもいいか。ちょっと飛ばしますか、一気に。7月の終わりまで。
さあ、とりあえず、まあ、マックスマイルに行きたいと。まあ、一つ目は取ってくれましたね。あとは、大物マイルもジャパンダートダービー取ったか。はい。しっかり、まあ、ユートピアを抑えて勝ちと。で、大物のデビューが近づいてる。あ、騎手どうしますかね。大物サウンド、日本ピロリナ。まあ、とりあえずスピードか。スピード磨こう。騎手はね、まあ、上げていきたいんですが、アンカスさん使いたくない？使ってきたよね。エルコンそこ行くか。とりあえずさ、ちょっと勝ちやすいとこちょっと稼ごうよ。まずきっちり。1900から2000、ちょっとこういきましょう。しっかり2連勝決めてから天皇賞秋行こう。あ、で、マルガイ覚醒が決まった。マルガイ覚醒はそうっすね、ちょっと被んないようにしたいっすよね。はい、じゃあこんな感じで終了。あ、キングバリュー決まった。吉富ジョッキー最近使ってないですね。ただ絆はもう回収できてるので、どうするか。成長遅めか。じっくり使っていきたい。じっくり使っていきたいか。よし、これで OK。 あとは大丈夫っすかね。とりあえずセール行こう。なんかすること忘れそうっすよね。あ、これはむちゃくちゃ期待できるよね。楽しみ。まあミカ印ついてないのはもう売ってもいいよね。まあ20丸じゃなかったらね、売ってもいいんすよ。これも売ろうかな、マイルドも。キャット、まあこれクラブにあげればいいか。アマゾン警察、まあ、これもね、売ってもいいっすけどね。売ろう。もうちょい絞る。ミカ20丸は一応残したいですね。クラブにあげたいですね。はい、これでいいです。いや、一応シリーズだけ確認して、あー、シリーズいいね、いいの揃ってますね。まあ、菊のアローとかもいいしね。まあ、とりあえずいいか。はい、戻ろう。
で、ここはネクストでレース確認。まあ、2つ目取れるか。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。大丈夫ですね。よし、オッケーオッケー。一応これもあの3冠挑戦してます。挑戦中です。アメリカの芝ですね。頻発3冠、キング北斗。まあそんなもんか。ねえ、アドマイヤドンが行く。ちょっと所有用句の確認で、一切ですね。ちょっと印つけたいですね。あ、このキングマイルか、流星。まあただこれね、印良くないんですよ。葉っぱ木がついてないですし、遅めか晩成だと思います、こいつは。で、印なしで、まあでもスピード最低引いてるんじゃないかなと思うんですけどね、これ。スピードはないと思います。スピード B やろ。葉っぱ木の印なしは。あとは、期待できるのが、あ、これいいね。これいい。まあ、これも、まあ、普通にいいですよね。あ、マックス強いかもね、これ。ディクタスマイルも。マックスと、ディクタスマイル。ここが強いかもですね。この2頭が一番、まあ、スピード期待できるかな、この中で。あ、マイルドもいいね。マイルドも期待できますね。まだ早熟なのか、まあ、どうなのかっていう、そこですね。カッパギの印が何でついてるのか。遅めでついてるのか、早めでついてるのか。はい。まあまあ、こっちは OK と。よし。じゃあ、あとは、有効深めるか。有効深めるも使いたい。あと、なんかしようとね、俺思ったんですが、ちょっと忘れたな。所有用句の確認やろ。あ、繁殖頻発ね。で、今がキング警察、これが牝馬3冠。そしてキャット取ってて、マイルドが取ってます。で、4頭目ですね。2個のマックスマイルがなれるかどうか。はい、じゃあネクスト、アドマイアドン。8月3週レースなし。次は8月5週か。大物とエルコン。OK。じゃあちょっと5週まで進めます。アドマヤドン、そして大物タケでもいいんですが、ここはどうする？変えたいよね。100で回収したい。まあこの辺がさ、結構期待できそうじゃないですか。なんでここに絆ぶっ込みたいですよね。しっかり回収しておきましょう、絆。
ネクスト。アドマイアドン。まあ、OK。ちょっと衰え来てますかね。まだいけるか。大物。いいね。まあ、これは大丈夫でしょう。圧倒的でしょう。短い直線に入ってここからが腕の見せ所。大物。よし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 。後続は大きく離れました。2番手は宮古ケーク。これは強い。大物独走。大物ぶっちぎりです。2着は宮古ケーク。これは桁外れの強さだ。大物まあこれは強かったですね。はい、まあここは大丈夫。さあエルコン、まあ能力的にはぶっちぎりっすね。エルコンは圧倒的です。粘れよ、きっちり勝てよ。 OKOK、 ここ連勝して、手の下に行きたいですね。はい、勝ちました。よし、絆レベルも上がっていい感じ、感じ。はい、でマックスマイルいきます。ここ取れば3冠です。9月に入った。大物とりあえずそれでいくか。そのまま行こう。この後一周出したいね。そしてオッケーですかね。はい、じゃあネクスト。まずは三冠を押さえとこう。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。あと 200m。 大丈夫そうですね。あ、強いです。2番手はライトベンチャー。後続は大きく離れた。はい、 OK。 段違いの強さです。2着はライトベンチャー。3着にフィルムメーカー。マックスマイル、米国牝馬、芝三冠達成。その強さを見せつけました。よし、海外遠征ゲット。マルガイ覚醒いきます。どうするか。まあこのままいきますか。はい、まあとりあえず秋華賞、まあ休んで秋華賞行ってエリザベス。距離適正が1300から2300になりました。まあ、特性がむちゃくちゃいいですね。あの、使いやすくて。そして賢さ S プラス。まあ安定です。秋コバ三冠なんかちょっと狙いたくなるね、これ。はい。まあネクストで。マルガイ隠す。いいじゃん。さあ、いよいよ直線の攻防。ヒレレイグレード。先頭。あと200メートル。ここで先頭変わって。内からグッと来ましたね。強い走り見せていく。さあ勝てばね、まあ、いいところを教えてくれるので、どこが良かったか聞きましょう。おお、いいじゃん。警察クラシックとマイルド芝。マルガイ覚醒。はい、
パワー B プラ、柔軟 C プラ、1400から2100いいね。使いやすい。あ、これめちゃくちゃ使いやすいですね。1400から2100は。まあ、あとはスピードがどうなんだいと。パワー B プラはね、OK ですね。完璧ですね。そうやね。そのまま行きましょう。一周休んで。はい。ということで、今回はここで終わりたいと思います。ご視聴。ありました。